スーパーマリオ 3D コレクション、すげえ。これを楽しみにこの半月は生きてましたね。とりあえずはレッツスタート。うおー、64とマリオサンシャインとギャラクシー、当時3作品がっつり遊びましたけど、この中で一番遊んでないとあえて言うならばギャラクシーかな。そしてサントラがこちらも余すところなく収録されてますよ。ひとまずは64から遊んでみましょうか。当時64本体を発売日に買って、うちはゲーム機がいっぱいあったので、学校帰りは集会所と貸していたので、みんなで4つのコントローラー使って遊んでましたね。懐かしい。64マリオは結構久しぶりかな。でも本当にがっつり遊んでたから、そんなに懐かしいっていう感じはないですね。すんごいポリポリしてますけど。でも当時プレステはもう発売されてたのかな。それでもポリゴンを使ったゲームっていうのはかなり珍しかったので、それはもう大興奮でしたけどね。すげえ綺麗になってる。アナログスティックっていうのも初ですよね、64が。今ではもう当たり前になっちゃいますけど。いってらっしゃい。さあ頑張ってみましょう。ワープ土管をくぐり抜け、ピーチのお城に着きました。操作は簡単。 B ボタンがジャンプ、 Y ボタンで攻撃、 A ボタンで看板も読めます。やっとね。すげえ久しぶり。これカメラワークも、そうか、考えてみればもうボタンの配置とかも64のコントローラーとほぼ一緒ですね。こんにちはジュゲムさん。ジュゲムさんはエンディングまで音もしてくれる感じですね。早速行きましょう。すげえ。ようこそいらっしゃいませ。誰もいませんので、とっととお帰りください。この声はあいつじゃない。そしてキノピオが、こんにちは。話しかけづらいね。あれ、よしよし。ああ、よかった、来てくれたんですね。ピーチ姫も僕たちもみんな壁の中に閉じ込められちゃいました。パワースターを使って壁や絵の中に怪物の国を作ろうとしています。ひとまずはスターを集めないことには話が進みませんね。早速絵の中へレッツゴー。いいな、遊んだな。山の上のボムキング、ひとまずはボムキングとやらを倒してみましょうか。いいですね、音楽がまたいいな。クリボーちゃんが、ポリポリのクリボーちゃんが。しかしあれですね、こう見てみるとそのグラフィックの向上で恩義を得たキャラっていうのはかなりいますね。ヨッシーとかもあんなにツルツルな感じで良くなってくれたって感じですね、ファンからしてみれば。いとボン、これは 2D ですよね。時々 2D の絵が混じってるよ。失礼します。この赤コインもなんとか取っていきつつ、すげえワーマーポリポリしてるな。ここだろ、くそ。これ解放できなかったっけ。なんか逃がせられた気がするんだけど、すげえなんか難しいな。いてえ、うまい具合にこれ引っ込めたんですけどな、あの杭を。あ、なんか難しいな。そう、やっぱり下手になってる、もしかして。コインを取ると
あれ、回復ですかね。ボコン。いた。なんだこの水滴は。やめろ、やめろ。さっさと行った方が良さそうですね。多いね。コロコロ転がっちゃって、まあ。そして頂上へ向かいましょうか。さあさあさあ。もう私はこの頃から勉強そっちのけでゲームに狂っていたので、目をつぶってでもできる感じですかね、今のところは。チャリン。さあさあさあ。64のアナログスティックはまだまだ発展途上な感じがして、指に食い込みましたね、よく。そしてこの頂上にはボムキングがスタンバっているよ。失礼しまーす。わしがボムキング、つまり爆弾の王様だ。よくここまで来た。その勇気は褒めてやろう。とはいえ、お前にただで大事なパワースターをやるわけにはいかんってよ。やっぱり拳で語り合わなきゃいけないみたいよ。サクッと、あれ下手になってるね、やっぱり。後ろから掴みたいんですけどね。ポツです。かわいそうに、こんなお年寄りよ。潜っ、まあボスであろうとなんであろうと3回打撃を食らわせれば勝てちゃいますけどね、倒せちゃいますけどね。ちょっ、みょっ、おつでした。約束通りパースターをやろう。いただきます。1個目。そういえばマリオが喋ったっていうのもこのゲームが初でしたよね。セーブして続けます。盗まれたパワースターを取り返した。クッパが閉じてしまったドアを開けられるようになったって。2階のピーチ姫の部屋、1階の鳥戸の部屋。急げマリオ。はーい。他の部屋ももう開いたみたいですけどね。数字にその必要なパワースターの数が書いてあるとは思うんですけども、ここ行けるぞ。キラキラと。スレぶっこきます。そして一見何もない部屋ですが、ここ入り口になってなかったっけ。あれあれ、何だったっけ。ちょっと待てよ。隠し通路の一つって書いてありますね。ああ、入れた。こんなことさえ忘れてるよ。レッツスタートイ。多分この行った先にはパワースターちゃんがあるとは思うんですけども。すげえ、こんなプッチョだ、危ない。まだこの頃の任天堂はアコギな仕様が残っていますね。よいしょい、パワースターいただきますよ。2個目。セーブして続けましょう。もう1個下に入れる扉がありましたね。ここは何だっけ。
最初のクッパ戦まで遊んでみましょうかね。いくつスターが必要なのかな。バッタンキングのソリデカ。これマリオギャラクシー2でリメイクされてましたね。このステージはすごい綺麗になってて面白かったな。やっぱりレトロゲーマーとして感動しますね。そういうちょっとしたサプライズは。赤コインゲット。ちょっ、すげえいいね。こんなバカでかいテレビでそういえば遊んだことなかったな。当時はテレビの大きさって40インチで十分でした。いてほとんどのうちというか、なんていうか40インチのあたりのうちが多かった気がするんですけどね。今みたいにまさかね、大型化が普通になるとは誰も思ってなかった時代ですよ。 3D スティックをちょろっと倒すと気持ちよさそうに眠ってますね、パックンちゃんが。でまずコインも取っていく、せっかくだから。ワンナップだね。そして落ちていきましたすごい逃げ足が速いんだよな、あのワンナップ。よいしょい、気持ちいい。これ登るとなんかなかったっけ。すげえ、ワンナップだったよ。くる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 、小粋な演出。そんなに広くないステージですよね、ここは。あとぺっちゃんこ、やめて。くすん、でもすぐ回復できるのがまた優しい。よいしょ、あ、でかい。気に入らねえ。俺たちの意地のおかげで家も城もできてるってのに、いつも踏みつけるばっかりで、ちっとありがたかったぞ、デンデイ。ずいぶん鬱憤が溜まってるみたいよ。すげえでかいな。この、わお。あ、こっちこれ怒ったら1からだっけしまった、すごい勢いで落ちていった。お待たせしました、すいません。なんでやっぱりあれなんだ、顔とかは 2D を貼り付けてるだけなのね。すごいぺったんこですけどね、顔の部分は。よいしょ、う、悔しい。所詮石なのか。いやいや、感謝してますよ、いつもありがとう。ゲイ、5つぐらいあれば、クッパと戦えるのかな。3個のスターを取り戻したぞ。そしてスターに3の数字がついたドアを開けるようになった。はい、行ってみましょうか、ジュンちゃん。あ、君は何だい。クッパがスターを持っていっちゃいました。ここに隠れて見てましたってや。これ話しかけるとスターをくれるキノピオとかもいた気がしますけどね。どんどん進みましょう。3か、3の扉左側にありましたね。キラキラっと、失礼します。おお、いきなりもう雪の面ですか。懐かしいな。でもここ苦手だったな。寒い寒いマウンテン、スーパースノースライダーか。おー、いいね、この音楽好き。当時もゲーム音楽にはもう
すごいハマってたんですけど、あんまりサントラとか手に入らなかったから、そのステージをずっと何画面に映しといて、それで聞いてたな。それしかなかったですからね、方法が。キミキミキミ、あそこに隠し通路みたいなのあるんですよね。忘れてたな。おい、すごい気持ちいい。この今ジョイコンはブルブル振動してるんですけど、これはあれなの？64のコントローラーも一緒な感じ？振動パックってありましたもんね。やったね。振動パックって懐かしいな。買いましたね、振動パック。お米？これでクッパのとこ行けないですかね。ちょっと待てよ、クッパのところは鍵が必要？鍵、鍵がかかっている。ここはなんだっけ。あ、8枚必要なんだ。8枚か。うん、ありましたね。あ、ここ落ちるやつじゃなかったっけ。外に出ちゃいましたよ。おー、すごい噴水があるよ。まだ何もない感じでしたっけ。もう全然忘れちゃってるな。自分でもびっくりするぐらい忘れてますね。こういう扉、地下か。あ、地下にはまだ行けないですね。そうか、じゃあ行ける部屋で集めていった方がいいんですね。あと4つ。迷子のペンギンありましたね。これお母さんのところに連れていくやつですよね。よいしょっと、ペンギンちゃん、こっちで。これこのまま下に持っていけばいいんだっけ。キューキュー泣いてますけども、つるつるつつつつつ、おお、勢いありすぎだよお母さんがいると思うんですけどね。あれ、いない、なかったっけ。私の気のせいかしら、ここにいた気がするんですけど。え、この子どうしよう。この先下か。下のところにもう一匹いますね。おい、危ね、痛い痛い痛い、板の上は痛いよ。これ渡していけばいいのかね。うちの子供です。あ、もうもらえるみたい。ありがとう。え、もう一匹上にいるのは、あの子は何？ここから行けないね。よかったですね。ほいっと。サクッと取れますね、スターは。ちょっともう一回行ってみましょうか。ペンギンチャンピオンレース。ああ。ありましたね。行きましょう。ちょっと苦手だったな、これ。私このスライダーの世界チャンピオン。体でかいけどとても速いよ。行ってみましょう。貴様フライングだぞ。気をつけて、調子乗ってスピード出すとすぐ落ちるよ。
シュシュシュ。これ近道使うと怒られるんじゃなかったっけ。剥奪された気がする。おめえ。あはは。おお。怖え。最後気をつけて。よっしょー。いってぃ。まだまだでしたね、君も。世界記録だよ、あなた。いただき、金メダル、金メダル代わりに。あと2つ集めてみましょう。どっから行きましょうかね。最初のステージ集めてみます。あ、違うわ。白熱のこのこレース、あったっけ、こんなの。頂上まで行くやつでしたっけ。なんだ、マリオさんじゃないっすか。さすが強いし、オイラほどでもないけど足も速っすよね。行ってみよう。すんげえでかいな、このノコノコ。ノコノコに、ノコノコにもいろいろいるんですね、体格差があるやつが。なんとなく当時を思い出して、あの頃一緒に遊んでた友達とか今浮かんでるんですけどね。もう何十年と会ってないですね。あんまり自分は学生時代の友達っていうのがいなくて連絡も取ることはないですね。だからもう何、学生時代からもう何十年と付き合ってる親友みたいのはちょっと羨ましいんですけどね。よいしょ、あれ合ってるよね、頂上ですよね。あ、やっぱりそうだ、よかった。やったね。まだかい。さすが亀ちゃんだけあって歩みは遅いみたいよ。待ちぼけだよ来た来た。まいったっす、ほんと早っすね。またの下から、すごいあったかいこの下。これで7個目。もう一回行ってみよう。空の島までぶっ飛べ。大砲使うやつか。すごいかわいいね、黄色いボム。あなたをどこかに飛ばすなら平気です、使ってください。オープン。はーい、 B ボタンね。すげえ。これね、島へ飛べって言ってたから、その島へなんとかたどり着ければいいんですけどね。よいしょい。ちょっと飛距離が足りなかったな。行って。ここにもなかったっけ、ここら辺にも別の大砲があった気がするんですけどね。あそこだ。こっからの方が乗れるってことですね。すごい浮遊感だ。怖え。え、それで？え、それでどうすんだっけ？ここ？よいしょ。
え、どういうこと？ちょっと待って。空の島までぶっ飛べ。え、そういうことじゃないの？赤コインは取れましたけどね。全然覚えてないの。ちょっと待ってよ。空の島？空の島に何かあったのかな。こっからはいけないですよね。こっからはいけないんだよ。おい、もうちょっとで。ちょっともう一回行ってみましょうか。あ、ここにあるのか。これか。なんだ。失礼します。でも次は赤コインを取るためにまたそこから飛ばなきゃいけない感じですね。よし、これで8個集まったぞ。8個のパワースターを無事取り戻し、大きな星のドアが開くようになった。早くクッパと対戦したいわ。さささっと。します。我が愛しのピーチ姫の肖像画が。おお、気持ち悪い。そうか、落ちるのはここか。罠にはまったな、マリオ。また邪魔をしに来たようだが、友達からの忠告だ。友達だって？貴様を友達と思ったことは一度もないぞ。すげえ音楽。これなんだっけ。あ、赤コインが取れるわけね。あ、危ない危ない。すごい勢いよくちょっと待ってママミア。赤コインに惑わされてましたね。せっかくだから。でも赤コイン取っちゃうと、赤コインでスターを出しちゃうと、それでここは終わっちゃうんだよね。違ったっけ。すごいうろ覚え。怖え。クッパもこの頃はまだやる気でしたね。あれちょっと真面目にやろう。すごく不甲斐ないプレイですね、これは。リボちゃんが守ってるよ。痛い。トラップは落ちていきました。おお、ところてん的な、そんな装置ですね。これ怖いよ。意外とあれだな、 3D スティックでマリオを操作するのってこんな難しかったっけ。なんか怖い。危ない。すごい、シーソーだ、おなじみの。階段になりますね。忍者屋敷みたいな感じだな。そしてこの中にはあいつが。すーげーでかいでかくてすげーカクカクしてる。早速自分で自らの弱点を。あ、
ブナロッで、外側の爆弾に合わせて投げ飛ばさなきゃいけないんだけど、それが意外と難しいんだよね、これ。ババーイ。あれちょっと思っているより早めの方がいいんですよね。これ結構爆弾のそばで回すと当てやすくない？落ちです。すげえ。迫力あるわ。これで死んじゃうんですよね、最初。ちょっと油断しておったわ。鍵だ。すごいな。感動ですね。これはまだまだ長い旅になりそうですよ。これ他のゲームに変えるにはどうしたらいいの？ひとまずちょっと違うゲームに行ってみましょうか。すごいね、この 3D コレクションは。話によると期間限定のソフトらしいので、ぜひ早めに購入することをお勧めしたいですけどね。スーパーマリオサンシャイン、かわいい。ヨッシーも出てたね、そういえば。任天堂スーパーマリオサンシャイン、めちゃめちゃ綺麗になってますねいいなぁ。嘘、すごい。ちょっとここら辺は飛ばさせていただいて、スーパーマリオサンシャイン、すんごい綺麗になってんだけど、大丈夫？新作っぽいな。おお、私は A で進めますよ。スタート。意外とマリオサンシャインの操作方法ってちょっと難しいんですよね。早速トロトロが。何事です？とても臭そうですね。この汚いペンキのようなものは何なんでしょう。あいつが悪者か。この偽マリオが。とにかくこの暑さでは姫のお体が心配じゃ。マリオ殿、向こう岸に渡って救助を。このマリオって半袖なんだあれ、それは気づかなかったな。すごい小汚いですよ。まずはポンプを出た。かっけー。操作の説明をいたします。 ZR ボタンでタンクから水を発射。 R ボタンで立ち止まって構える。わかりました。何気にちゃんと字幕もスイッチコントローラーに書き換えられてますね。すごい細かいお仕事ですね。さあ行ってみましょう。 ZR または R ボタンで
M を消す。プチュプチュっと気持ちいい。マリオ。すごい綺麗だな、やっぱり。この今年の夏もめちゃめちゃ暑かったので、この感じはすごく癒されますね。南の島で。ちょっと待てよ。じゃなくて、ポンプにして、すごい汚い。発生源があるぞ。おお、なんだこいつは。ドロドロのパックンが。チュチュチュッと。ちょっと、なんとかこいつを倒さなきゃダメですよ。この発生源。やめてやめて。なんか嫌な予感がする。クラッカーみたいよ。よしよし。綺麗な水がどうやら苦手なご様子よ。オッケー。オツです。消滅したよ。そして道路が元通り。地形もどうやら変化させるみたいね、あのドロドロは。そして社員をゲット。ちょっとかっこよく撮りたい。いいっすね。すごくいいですよ。セーブします。マリオ、ご苦労様。おかしな機械ですな。ポンプの一種ですかな。お初にお目にかかります。なんか来たよ、ポリスマンが来たじゃない。感謝状でもくれるんですかね。逮捕されちゃったよ。なんで。これより海底、ご存知の通り、このドロピック島において何者かがペンキのようなもので落書きするという事件が起きています。ひでえ。被害は島全体に及び、島民の生活に深刻な影響を与えています。それはいけません。特にこのドルピックタウンでは昼間であるにもかかわらず、あたかも薄闇のような、あ、こんなね、日差しがなくなっちゃったんですね。守りの力社員が太陽の門から急速に失われたからであると申しております。すごい汚い。落書き事件の、これが犯人。異議ありですよ。逆転裁判みたいな流れにはならないみたいですね。どうやら有罪が確定してしまったみたいですけど。とんだ災難ですね、マリオさん。ね、せっかく来たばっかりなのに。この島の人たちが落書きで困っているのは本当のようです。うん、見たよ。ありましたね。あれは社員といって、この島のパワーの源。もともとたくさんいて、太陽の門という場所に集まっていたんだね。あら、光の力が弱まっちゃったんだね。とても気の毒なことです。社員が戻ってくるようにするには、これ以上島を汚くしないこと。まるで現在の世界のね、社会情勢のようですね。今マスクゴミ、コロナの影響でマスクゴミっていうのはものすごく問題になってるようなので、ここまっすぐ行ったら落書き現場だ。お前は最初の仕事はそれを消すことだ。お前の活躍はそれとなく感じさせてもらうぞ。サボってもわかるからな。すごい釘を刺されたな、思いっきり。ドルピックタウン、
すごい汚いね。しかもタコちゃんの落書きだ。そのタコちゃんの落書きはどこにあるんでしょうか。すげえ音楽。さすがだな。任天堂の音楽はもう外れねえよ。ピチピチッ。これまたパック？それとも、あ、出た。チョコレート色のちょっと美味しそうですね。そう、ブルブルしやがって。口を開けた時に水をかけないと効果はないようですよ。こっち来ないで。オチです。範囲のない相手ですけども、これね、ここに元あったものが復活するみたいですね。プリンセス、look on the statue's head。え、なんだこいつは。すごい綺麗になってんなこいつも。逃げてった。そしてさらってった。もう何、クリアの画面とかもう何十年と自分は見てないので、こいつがどういうやつなのかそれは覚えてないんですけどね。これは ZR で走りながら、やめろ落書きするのは。オリンピックニュースはいいですけども、プチュプチュッ。よしよし、そんなものはすぐ消してくれるわ。聞いてる？攻撃は効いてるんですかこれ。よし、道具を使うなんてずるいぞ。大丈夫でしたか？そう、逃げてったな。おお、すごい軽快だね。いたいた。エイム。逃げていきましたか。この中に逃げていきました。マリオさん、落書きに水をかけてみましょう。プチュプチュッと。さあ、マリオの最初のステージらしく、この草原が広がる爽やかな街で戦っていきましょうか。暴風車への道を切り開け。ゴー、行ってみましょう。いいね、色合いがやっぱすごい綺麗だな。よっ、よん。おお、上行っちゃう。で、なんとか、あの、偽物野郎の後片付けをしなきゃいけないって感じですかね。貴様？向こう側に行かなきゃダメなんですよね。この、水車を通って。ちょっと待ってよ。これで飛びましょうか。あれ？これしか飛びなかったっけ？あ、違う違う、そうじゃなくて、これで向こう側行けますよね確か。よいって。死ぬから。すごい汚いあいつら。ゴミっていうのはたとえ一人がね平気だと思って捨ててもそれがね
想像以上に汚く見えるものなので、なんとか清掃していきましょう。プチュプチュ、制限かお前は。ふざけた野郎だな。くそ、水の補充もちゃんと忘れないようにした方が良さそうですね。あれ何、なんか上の方まで届いてくんない。やめてそれ、チョコボール補充してね。このまま邪魔だぞ。そうか、少し一定時間攻撃しないと出てくんないわけね。よしよし、いい感じよ。もうちょい、よしよしなんて頼りない操作なんでしょうか。なんだね君たちは。2つ目の社員をゲット。あともう一個このステージを遊べばボスとボス戦になるので、そこまで遊んでみましょうか。ただいまです。これ帽子を取ったマリオっていうのもこれが初めてじゃなかった。あ、違うわ、64でもう帽子は取れてましたね。ボスパックを倒せ。さっき道を通ったその風車の上ね、踊ってるよのんきに。よいしょ、これマリオのその声優さん、チャールズ・マーティネっていう方なんですけど、その方は今おいくつなんでしょうか。結構な年だった気がするんですけどね。だからもう今のうちマリオね、第マリオの2代目を狙ってるんだったら、今のうちマリオの何声を練習しとけば2代目になれる気がしますけどね。なんかそれを狙ってる人も多分いるとは思うんですけど。危ないです。橋が壊れて大きな穴はホーバーで渡りましょう。よいしょ。気持ちいい。気持ちいいなぁ。危ない。今、ジョイコンの、本当に、今、ジョイコンで、普通にコントローラーにして遊んでるんですけど、そろそろ、プロコンも、買い替えた方が良さそうですね。ちょっと1台壊れても今使ってないんですけどね。やっぱりプロフォーの方がやりやすいかもしれないですね。これ補充できなかったっけ。よしよし、あらー、んでもね、トゲがめっちゃ生えてるよこの下は。すげえ嫌だ、すげえ嫌な色してますね。脈打ってるし、なんかしない。貴様はなぜここにいるんだい。この上にいる頭のでっかいやつをなんとかしてくれないかな。今の俺たちにはあんたしか頼れる人がいないんだよ。その割には逮捕しましたけど。困った時は任せ、困った時に頼る連中ですか。持っていきましょう。すごいねこれ、3作品
全部クリアするのにはどれくらいの時間がかかるんでしょうか。1年遊べますよ。すごい綺麗になってんな何度も行っちゃいますね。そしてのんきに踊ってるやつの頭の上に社員が。でかすぎる。素敵なパンツをお履きですね。屋根の上はもろかったみたいよ。サクッと倒していきましょうか。とりあえず水を飲ませればいいんでしょ。口を開けなさい、そのでっかいタラコ唇を。動くと、まあ、水分補給は大事だとは思いますけどね。さすがに飲みすぎは良くないみたいよ。いい音楽だ。動くと突然かわいらしいね、おへそが。うい、最近あんまりデベソって見ないかもしれない。そういえばそっちを向いて吐く機会きっと思わない。泥棒には気をつけてください。わかりました。新宿二丁目にはこんな方はいっぱいいらっしゃいますよ、朝方。背中向いちゃうね。よしよし、ごくごくと。二日用には水が一番ですよ。落ちです。あら、パリパリになっちゃった。そして誘拐したよ。すごい面白いねこれは面白いですよ。社員をゲット。64番よりはやっぱりその社員を取れるペースは落ちるな。ステージが広くなりましたけどね。やっぱりまたなんか磯っぽいよこの落書きは。これはセーブは、あ、ここでできるのね。最後にちょっとサンシャインやってみます。一番触ってないかな、ギャラクシーは。おお、何こんな色のマリオがいるのスーパーマリオギャラクシー。ギャラクシー2はもうめちゃめちゃハマったんですよ、自分は。R を押して、何これ、ジャイロになっている。あ、そうか、 Wii リモコンの代わりになってんだ。これすごい、ジョイコンが何ちゃんとジャイロになる。こんな感じで Wii のソフトもどんどん復活してくれればすごい楽しいですよね。ちょっと待ってよ、あれ、これキャラクター変えられなかったっけ。アイコンか、ヨッシーちゃんにします。私はかわいい、この鼻がたまんない。ボス戦まで遊べればいいですね。この年のキノコ王国の空には天を覆うほどの大きなほうき星がありました。100年に一度訪れるそのほうき星からたくさんの星屑が大地に降り注ぎ、星屑はキノピオたちによってお城に集められ、
それはそれは大きなパワースターになりました。キノコ王国の人たちにとってとても幸せなことのはずでした。それは星の恵みをお祝いする100年に一度の星屑祭りの夜、あ、そんな始まりでしたね。マリオへ、星屑祭りの夜にお城で待っています。渡したいものがあるの、ピーチより。めちゃめちゃ綺麗すごいな、技術進化のなんか流れを見てるようですね、この3作品を見ると。しかしこの先にもまだまだリアルになっていくという、すごいな。この先どうなっちゃうんですよね、グラフィック的に本当にどうなるのか楽しみ。いきなり砲撃か。まあ、これに乗っているのはあいつらだとは思うんですけど。おお、ひでえ。さすがに燃やすのはダメでしょう。クッパのやることもだんだんアコギになってきますね。あららららら、そういえばそのマリオの映画化計画第1弾はマリオらしいんで、来年かな公開するのは。 USJ のね開演もちょっと伸びちゃいましたからね、そっちの方で楽しみたいところですけどね。すげえ力、え、こんな力持ってんだこいつ、何これUFO。 あら、やっぱりギャラクシー1はあんまり覚えてないな。これちゃんと勉強不足でしたね。ヘルプ、すごい砲撃、やめて。何をしようというのかね。また切り取っちゃうわけね。え、違う？それで持ち上げちゃうわけ？結構このパターンは多い気がしますけどね。うわ、すごい大規模だ。やっぱりね、ひどいこと仕上がりますね。あら、カメクちゃんが、お前は地べたでノータイムチーム回ってろ。すごい迫力だ。へえ、落とされちゃいましたね。
お、かわいいウサちゃんに目が覚めた。じゃあ遊ぼうよ。それどころじゃないぞ、私は。チュートリアルみたいよ。あ、ちょっと待ってよ。あ、これジャイロプラスコントローラーで、そうかそうか、そういう感じね。鬼ごっこしようよ。みんなを捕まえられたらここがどこか教えてあげる。消えてったよ。え、そう言われてもな。どこ行った、ウサちゃん。いた。待ちなさい。ウサギはうちも飼ってましたけど、こんなに。よし。すごいムチムチしてる。ああ、穴の中に隠れりゃよかった。変身してたのね。他にどこ？一面ぐらいをちょっと、サクッとやりましょうよ。あ、穴の中に入ると反対側に。すごい。ウサギと戯れてますけども。これ土管の中は？あ、そして、土管の中に潜んでたみたいよ。こんにちは。早い。よし。捕まっちゃった。穴の中に隠れればよかった。まあみんな、そういうものでしょう。穴の中に隠れればよかったって何かのヒント？ちょっと待ってよ。意外とあれですね、そのジョイコンをフリフリしながらってのもちょっと慣れないとダメかもな。違うか。あと一匹どこ？あ、いた。君、この国、天下のマリオ様だぞ。手を煩わせるんじゃない。すごい、みんな捕まえたね。あなたならママの力になれるはず。いきなりお母さんを紹介されてしまいましたけど。ここ？ロゼッタさんじゃないの？あなたたちのママだったのね。こっから大人気となるロゼッタさんが。ロゼッタさんってなんかかなりでかいみたいですね。あなたにチコの力をお貸ししましょう。すごい。スピンが使えるようになった。ジョイコンを振るか Y ボタン。はい。わかりました。すごい清らかな心になるゲームですね。こういう壊せそうなものには、スピンアタック。くるっと。なるほど。マリオ・ギャラクシー3は出ないんでしょうか。そろそろ出してくれても良さそうなんですけど。かけらはどこだ？かけらを探しましょうか、じゃあ。いいっすね、やっぱり。残り人数が増えた。
これマリオコレクションシリーズ、多分この先にもいくつか出る気がしますけど、マリオ RPG コレクションみたいの出ないですかね。ゲームキューブの RPG とかね、なんかそういうのまとめてほしいですね。ここから出して、敵の誰かが鍵を持ってるはずです。貴様か？いた！あ、背中を思いっきりこねろ。鍵をゲット。クリボーに苦戦してるよ。ちょっとコインを取って回復。ありがとう。上の要塞の仲間も助けてくれますか？いや、いいな。オーケストラ。なんかマリオ・ギャラクシーのその音楽で、交響曲のイベントみたいのあればいいんですけどね。クラシック。3が出たらなんかやりそうな気がする。でけえ。しかし眠そうな顔してんな。おつ。すごいムチムチしてるよ。すべてがムチムチしてるこのゲーム。これ結構取りたいですけどね。ダメージを受けたらコインを取って回復ね。お待たせしました。急いで、この中にも仲間が。なんだね、ここは。お待ちしていました。あれはグランドスター、僕たちの仲間です。何これ、あのマシンでグランドスターの力を吸い取ってんだって。ひでえことしやがる。どうかマシンを止めてください。はい、任せて。これクッパの仕業でしょ。床にあるパネルのスイッチをオフにするって。すごい音すんね。え、それで貴様なんだ。あれ？え、それでオフにしてないの？これだとオンでしょ。ちょっと待てよ。他にもスイッチがあるってこと？スイッチがあるじゃないの、至る所に。すごい大規模な施設だな、やっぱり。よし、いただき。すごいな、やっぱり新作みたい。なんか映画でも最近ブルーレイってものすごくね、昔の映画でも綺麗にできる技術ができたから、なんか一昔前の映画でもあんまり綺麗だと古さがないんですよね。すごいいい時代だな。おお、何ですかこれ。いろいろ仕事が多そうですね、やることが。ベストスコア更新。
新しいギャラクシーを発見しました。テラス、天文台のトーチに火が戻りましたな。まだ六等星のように小さな光ですが、これでチコたちも怯えずに済みそうです。彼ら星の民は私の大切な家族。うん、私たちはこの星船ほうき星の天文台に乗り、星の海を旅しています。旅の途中でこの星の前を通り過ぎようとした時、とても強い謎の引力に惹かれ、この星船の力が星屑とともに流れ落ちてしまったのです。それは多分あいつの仕業な気がしますよ。こいつのすごい強大な力を手に入れたみたいですね。この展望台は宇宙に散らばるギャラクシーをスターの力で映し出すことができる。今ここに戻ったスターの力は微力ですが、近くのギャラクシーなら映し出すことができます。なるほど。まずは星見のテラスへ行き、そこから見えるギャラクシーのパワースターをお救いください。セーブします。ちょっと一面だけやりたい。ここ映ってたね。よくぞ参られた。ここが私たちがドームと呼んでいるところ。さまざまなギャラクシーを見ることができる、いわば目の役割を果たす場所でございます。こっから移動できるってことかな。他の島へ。携帯モードなら画面を直接タッチしてくだされ。あらら、すごい、そんなこともできるのね。え、覚えてないぞこのマップは。へえ。この数字システムは64と一緒ですね。でここは行けるってことか。ちょっと行ってみようか。最も近いこのギャラクシーでパワースターが観測されたようです。わかりました、行ってみましょう。なんでギャラクシーそんなに覚えてないんだろう。やっぱり2の方が自分はハマったからかな。卵星のディノパックン、いきなりボス戦ですか。よし、頑張るぞ。めっちゃ綺麗。ここにやろう。この中入れないでしょ。ディノパックンか。裏返へ参ります。すごいね、この無重力感が。あ、どうも。ギャラクシーに落ちているスターピースはポインターで触れるだけで集められます。50個でワンナップだって。わかりました。これこういう風にウィーリモコン代わりにジョイコンをフリフリしながら。おお、そのディノパックンとやらはどこにいるの。気持ちいい。そして音楽がまたたまらない。しかしあれですね、このゲームっていうジャンルもものすごくコスパがいい世界ですね。こんな結構もうギャラクシーなんて何年前のゲームですか。こんなに何度も遊べるのに5000円ぐらいですよ。これを集めればいいんだね。しかし岩がゴロゴロしてるよ。おお、何このドロドロ感が。気持ち悪いな、この岩は。これ壊せるんじゃなかったっけ。危ない。
こにあるんだけどな、真ん中に。よし、そして他の星へ参りましょうか。今度は美味しそうな島ですね。なんだか知らないけど、なにこいつ、あった、おーすごい、これ売ると他の星へ、めっちゃ面白いんだけど。よし、